私はお兄ちゃんの妹を卒業したく思います。うん、なるほどなるほど。つまりはあれですね、刺激不足ですか。簡単に言うと、ナナチンの不満は最初の恋人のソウスケがいつも通りであれば流すのが早かったということでしょう。そう、そういうことです。先輩、すごいな。シナ殿が初めて先輩に見えてきたでこちゃう。もしや恋愛経験豊富。当然です。エロゲの中では全部エロゲ由来。エロゲソムリエナンバー2864の称号は伊達ではありません。何を言っているんですか。自らエロゲクラスターを名乗らずとも、エロゲを愛する人は星の数ほど存在します。そう、これを見ているあなた、あなたです。誰と喋ってるんだ。ナナチン、冷静に考えてください。妹とは一種のステータス、伝説のアイテムですよ。自信を持ってください。ナナチン、妹というものは本人が理解しているよりも価値があるんですよ。それにナナチンは誰にも負けない強みを持ってるじゃないですか。義理と実なら正直実売の方が価値は高いですが、現実的に考えると手を出しても法に触れない義妹の方が安全。私のお菓子、それは具合いらないけど、人がいてないと思う。いい？ナナルは今まで気兼ねなくわがまま言ってきたから、その分不安になっちゃってるんだよ。でも兄さんはそんなナナルが可愛いの。だからこれからも今まで通りでいいと思うよ。すず、なんかお姉ちゃんみたい。お姉ちゃん？うん、頼りになるお姉ちゃん。あ、そっか、お姉ちゃんか。頼りになるお姉ちゃん、お姉ちゃん、うん、お姉ちゃ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 んだよ。コビおかしくなった。おかしくないよ、普通のお姉ちゃんだよ。違うよね、なんか違う存在入り込んでるよね。お姉ちゃん様だよ。ああ、怪しい中国人と着ぐるみ様を出しっぱなしにしたみたいになってる。なんでお姉ちゃんって単語に超反応しちゃったの。お姉ちゃん、特上寿司食べたいよ。なんか外国パブの方向も加入してる。お姉ちゃんだよ、お任せするよ。ごめんなさい、お姉ちゃん落ち着いて。だからお姉ちゃんに頼っていいんだよ。ごめん、今の鈴はちょっと頼れない。